それでは第2弾としまして、今度はですね、天井さん、実はアントニオ猪木さんのマネージャーも務めていらっしゃると、はいはい、いうことでですね、はい、まあ、近年のアントニオ猪木さんの活躍だとかですね、猪木さんが公の場に一時はちょっとね、最近出てなかったところが、最近はもう YouTube だとかいろんな形で、はい、情報発信されてらっしゃいますよね、はいはい、最近の猪木さんはどうですか？お元気ですよ、はい、お元気ですか、はい、1年前よりも、はいはい、いやもうね、猪木さんはやっぱり日本プロレス界の本当に生きる伝説なんで、はい、やっぱり今猪木さんがいろんなメッセージを発してもらったり、はい、岡田和親選手とナンバーでも対談されてましたよね、はいはい、だから新日本プロレスもね、はい、何かが起こるかもしれない札幌でね、うん、岡田選手が、アントニオ猪木って言葉を発してから、はい、そういう意味ではね、新日本プロレス側も、はい、まあ、うちの側も、うん、ちょっとそのきっかけがあればね、うん、なんかいい方向に持っていこうとなって、うん、その辺を猪木会長もね、理解してくれたのでいい形になったと思います。なるほど。でももう、ね、最近はこの間はマスターズの武藤さんのマスターズに猪木さんがこう上がっていただいて、はい、そして前田さんにもビンタしてました。そうですね。あの関係はもうなんかですね、はい、やっぱ昭和のプロレスファンとしてですね、はい、今こういう時代になったんだなっていう。そうですね、はい、まあ、YouTube でもあれはね、はい、一瞬で100万再生超えました。いやでもね、やっぱりアントニオ猪木さんがの前では皆さん本当にある意味直立不動になるぐらい、やっぱりね、はい、昭和のレジェンドのレスラーと皆さんがそういう風になるぐらいのやっぱ存在ですから。そうですね、はい、ナンバーの対談の時にちょっと一番印象に残る言葉がありまして、はい、うん、まあ、猪木会長は批判を恐れずに行かないとダメだよっていう、ね、うん、和親選手のアドバイスがありまして、うん、和田選手も今の新日本ってすごいお客さんが温かいというか、うん、はい、もう新日本プロレスファンなんですよ、ね、はいはい、だからもう選手たちのやることに関して、うん、100ゼロで、うん、支持してくれると、うん、ところが昭和プロレスってそうじゃなかったんですよね、うん、お客さんをいい意味でもう悪い意味で裏切るような、はい、展開が多くて、はい、暴動が起こってましたもんね。そうそうそう、そういうね、乗った時の爆発力がすごかったんですけど、はい、反作用もすごかったというか、はい、逆にそういうところが今の新日本プロレスに欠けてるところじゃないかなということを、うん、岡田選手がね、対談で言ってたっていうのはね、新日本プロレスの在り方に一石投じるような、うん、はい、言葉で印象深かったですね。なるほど。まあ、その言葉に紐づいてなのか分かんないんですけど、最近実は岡田選手がですね、 KOPW っていう、はい、新タイトルを提唱したんですね、はい、でその中で変則ルールでファン投票で最終的に何にするかって決めるやつなんですけども、はい、岡田選手はですね、1対3のハンディキャップマッチをやってみたいというような話をされまして、はい、やっぱり国際にね、はぐれ軍団との、1対3をやっぱりこう彷彿とさせるような試合提案をされたということは、やっぱり猪木さんのそういう言葉がやっぱりこう響いてるんじゃないかなと思いました。そうですね、うん、その時に試合がね、すごい試合でないと後々まで語られることはないですからね、うん、そうですね、やっぱり当時非難された分もあったんですけど、今見ても1対3の試合、マ、うん、メダルとの試合、迫力が伝わってきますよね、うん、はい、すごい試合だ、後々にも見て、うん、やはり語れるっていうのが、うん、井上会長もおっしゃってたんですけど、これがプロレスの一番すごいところだよ、うん、そういうスポーツ競技っていうのはプロレスしかないと思いますよね。なるほど、はい、確かにそうですよね、はい、本当に猪木さんと誰々がやった試合とかってやっぱり頭に残りますもんね。そうですね、はい、藤浪さんもよくね、8.8 60分フルタイムドローの試合をこう思い出して、はい、いろんな公の場でもよく話されますけど、本当に猪木さんに対する特別な戦い思い入れっていうのはやっぱり各選手それぞれみんな強いですよね、うん、はい、そういう試合をやっぱり語る、またそういう作品を残すっていうところが、アントニオ猪木のやっぱすごいところだなと思いますね。そうですね。天井さんは猪木さんのそばで、まあ、いろんなマネージメントされていると、なんか猪木さんからこう影響を受けること多いと思うんですけど。そうですね、どういうところが一番大きいですかね。まあ、自分が着力のこういう大会でやってる時もそうなんですけど、うん、常に猪木会長が言われてる、これは格闘技だ、これはプロレスだとか、あんまり分けるんじゃないよ、うん、俺たちは分けたことはないよ一回も、うん、ね、それこそ昔ですよ、プロのスポーツ選手って言ったらプロ野球、うん、大相撲、プロレスリングしかなかったわけですよ、うん、この3つしかスポーツで飯を食えるっていうことがなかったわけですよね、うん、
そしたらやっぱり新日本プロレスも、うん、まあ全日本プロレスもあったそうなんですけど、うん、道場なんか道場破りとか腕自慢がどんどん来てる時代で、うん、それこそプライドの世界が道場で行われたような時代があったわけですよね、うんうん、あの猪木会長がよく言われたのは、あの格闘技のリングにどんどんプロレスラーを送り込んで、はい、あのプロレスの衰退マネと商人だみたいな言われ方をされるんですけど、うん、いやいやそうじゃなくて、うん、そういうことをしたいからプロレスの道場でみんな一生懸命やってたんじゃないのか、うん、あれ俺が元気だったら真っ先に手を挙げるって会長が言われて、はい、だからそういう時代がプロレスにあったからこそ、うん、格闘技プロレスって分けることがなかったんだろうなと思います。なるほど、いやそれはもう刺さりますね、はい、やっぱりね、やっぱりアントニオ猪木をこう源流とするところから皆さんこう育っていったっていうところもありますし、今日のやっぱりそういう異種格闘技だとか総合格闘技のね、ある意味本当にあり猪木戦が源流になったとも言えると思うんですよね。プロレスと格闘技極力分けずに見せるっていうところであったり、うん、まあ、プロレスラーがキックマッチに挑戦する、はい、グラップルに挑戦するっていうことが一番できやすいリングでやりたいなと思ってるんですよ。先だってのグランコシカティックの追悼興行では、うん、正門岡本選手がキックボクサーとキックルールで試合しました。相手は現役のチャンピオンだったんですけど、うん、岡本選手判定で勝ちましたから、デビュー戦で、はい、デビュー戦で勝っちゃうっていうのね。プロレスラーの持ってるフィジカルとか体の頑丈さっていうのは、うん、やっぱりものすごいものがあるっていうのは僕間近で見てたんで、うん、はい、すごく思いますんで、うん、そういうことを再確認できるリングでもありたいなと思います。はい、ブランコシカティックが一度ね、はい、アントニオに一回ちょっとお会いしたことがありまして、うん、やはりボクシングプロレスリングっていうジャンル分けされたもので、うん、いろいろあって俺たちのキックボクシングとかちょっとマイナーな存在あったり、なかなか人集まらなかったりしたけど、うん、アントニオ猪木とモハメド・アリが戦うことによって格闘技っていうのは交わっていくし、いろんなジャンルがあるんだっていうことを世界に知らしめてね、うん、プロレスじゃないボクシングじゃないあの格闘技っていうのが起こってくるきっかけになったっていうのでメイキングがね、うん、ことをされたという意味ではもう、まあ、先ほど山口さんのがプロレス界の宝っておっしゃいましたけど、うん、もう格闘技界からとってもね、うん、もうすごいアントニオ猪木という存在はもう別格だと思います。ですね、いやもう本当に間近に接せられてるやっぱ甘井さんだからこそやっぱいろんなね刺激を受けて行動に走られてるっていうところがあると思いますので、うん、まあ、私たちもですね本当にほんのちょっとでもいいんでそういうパワーをいただいてですね、こうどん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 プロレス世代でも発信できればと思っております。だ、うん、はい、から猪木会長よく言う言葉にあの、うん、自分は基本がないっていうのよく言われる、はい、アメレスでやったわけでもないし、うん、そこから来てるわけでもないから、うん、基本がなくて自分で考えて全部やってきたんだよっていうのがあるんですけど、うん、格闘家が強さを目指す場合であったりプロレスラーが自分の世界観をちゃんと作っていく場合っていうのは基本があると楽なんでしょうけど、最終的にはその基本から離れないといけないっていう、うん、自分のオリジナルのもの、はい、強さでもオンリーワン頂点を目指すってことは最終的には自分の絶対勝てるものを磨かないといけないんで、うん、基本があるにしても最終的にはオリジナルを作っていかなきゃいけない、うん、強さに対してもレスラーとしての人気に対してもそうだと思うんですよね、うん、それをすごい高いレベルでやられたのは本当に大丈夫だと思うんですよね、うん、本当に猪木さんの戦いの歴史振り返ったらあれ以上の猪木対あれ以上のことをやっぱやった人って誰もまだいないですもんね。そうですね、うん、あの日本でも唯一、うん、あのモハメド・アリ選手が亡くなった後にケンタッキーの方から、はい、モハメド・アリー記念館の取材が来まして、うん、日本人で唯一あのインタビューされて、あ、そうなんですか、はい、記念館の方でそのフィルムがかけられたりするんですけどね、うん、はい、いやね、それだけのやっぱり本当にアントニオ猪木さんこれからもですね本当にぜひぜひまだまだ日本プロレスそして日本格闘技界にですね少しでもこうお顔を出していただければありがたいなと思っておりますので、甘井さんなんとか、はい、頑張ってフォローしていただいて、今ちょうど、はい、新宿のビームスで、はい、ビームスジャパンとアントニオ猪木あのデビュー60周年の記念ということで、アントニオ猪木 VS ビームスジャパンといって猪木ジャパンと題しまして、はい、今コラボ展をやっておりますのでぜひ、ビームスの方にも足を運びください。若い人に人気のブランドが、アントニオ猪木とコラボしましてビームスだけでこの期間だけで取り扱う T シャツウェア揃っておりますので、あとトースポーさんの方からも寄贈写真が、ポスターやキーホルダーいろんなグッズになって、出展されております。
ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。ちょっと我々もね、それはぜひ行ってみたいですね。私実はですね、その昔若き日に、はい、アントニオ猪木さん のスポーツ平和党の選挙応援で手伝ってたことがありましたですね。はい、あ、そうですか。はい、はい、大阪でもうその時に猪木さんのエネルギッシュな行動に、はい、京都かどっかで祭りの中に猪木さんがバーッと入っていってですね、もう人の山ができて、はい、こう僕がこうかき分けて猪木さんどうぞってやってた時に、邪魔だこの野郎って言われたことがあってですね、いやいや僕猪木さんも守ってる方なんですかって。でも言葉がね、会長が鋭いとか早いんですよね、うん、早いですね。あの当時にスポーツと平和を結びつけたの、うん、会長しかいなかったと思うんですよ、はい、今はオリンピックが平和の象徴であるとか、会長が最初の時はえって形だったんですけど、うん、それから10年20年経ったらもうスポーツと平和が馴染んできちゃって、今は全然既存制度であってもおかしくないような響きになってきてますもん、ね。うん、猪木さんはやっぱり早いんですよね、はい、いろんな形で、まあ、タバスコにしてもね、そうですよね、はい、本当にすごい早いと思うんで、まあ、今はねプラズマ、はい、これね、猪木さんがもうプラズマとすごく言ってるんで、これからどんなことが出てくるのか分かんないんですけど、それも阿部さんの方からも、はい、まあ、プラズマっていうのはね、はい、会長が YouTube とかでもよく言われてます、はい、固体、液体、気体、その上の段階で元素がイオン化して、うん、はい、分かりやすく言うと雷がそうなんですね、プラズマなんですね、はい、でプラズマに当てると元素として分解されてしまうんで、うん、全く気体の上の状態で物質がを再処理することができる、はい、今各自治体でも日本だけじゃなくて、例えばPCB とか硫酸ピッチとか、うん、動かせないね、うん、処理できないものがあるんですけど、原発の汚染水の問題とかもそうなんですけど、はい、うん、そういうのが外腸プラズマで、うん、フィリピンのスモーキーマウンテンの方もね、はい、プラズマで処理できるんじゃないか。あ、そうなんですね、はい、アントニオ猪木の最後の投稿という YouTube チャンネルで発信してますんで、はい、ぜひご覧ください。はい、ということでですね、本日は道場着陸、そしてアントニオ猪木さんのマネージャーとして濱井代表にお越しいただきました。濱井さん、本当に今日はどうもありがとうございました。皆さん、失礼します。